皆さん、メルハバー、霊夢ちゃんだよ。皆さんメルハバー、マリサだぜ。今日も元気にマリオメーカーやっていくよ。これは随分面白そうなコースなんだぜ。大きいノコノコを蹴って、追いかけていくコースだね。ノコノコは、バネなどで勝手に跳ねてついてくるから、追いつかれないように全力ダッシュで行くんだぜ。やばい、楽しいよマリサ。こういうコース、お前大好きなんだよな。うん、うちのワンコと、マリサと、ご飯の次に好きだよ。私の方が上なのか。ありがたいんだぜ。ここ、大きくジャンプするとトゲに当たっちゃうから気をつけないとね。一マスの隙間を抜けていくんだな。引っかかったら間に合わなくなるから、慎重かつ大胆にね。コースの作り込みも、綺麗でいい感じなんだぜ。ここは、ひたすらダッシュかな？ところどころにある隙間に注意だね。おい、亀が追い上げてきたぞ。頑張れ私。よしよし、逃げ切ったかな。こら大事のブロックを壊してくれて、派手なブロックを叩けるようになるんだな。お、ゴール、せっかくだから、一番上でな。とってもとっても、面白かったです。こんな感じのコース、どんどんやっていきたいな。いいねして、次に行きます。マリサの顔、やばい。いえいえ、霊夢さんほどではございませんことよ。見た感じは、普通のコースだね。孔明さんか。これはなんだか苦戦しそうな気がしてきたよ。孔明さん多いと、いちいち確かめないといけないからめんどくさいんだよな。慎重に隠しブロックを出して進んでいこうね。二段構えで隠してあることも多いから、確認忘れずにな。了解、しっかりチェックしていくよ。コインの裏にツタがあるけど、どうすればいいんだろう。孔明さんチェックしたら、大ジャンプでいいんじゃないのか。あ、危な。あ、おい霊夢。これはずっとダッシュでいけるんじゃないか。ほんとだ。振り棒プチプチ気持ちいいね。これが正規ルートなのかわからないが、いけちゃうんだから仕方ないよな。気持ちいい。このドーナツみたいなの、名前なんて言うんだっけ？さあな、私にもわからん。他のクリア方法もあるかもしれないので、興味ある方はやってみてください。ポチッとな。おお、これは、私たちの顔が書いてあるな、すごいんだぜ。ゆっくりタイムアタック、似てたな、そっくりだったぜ。犬のお化け屋敷か。ハテナボックスの中は、ワンアップ。なるほど、レールやドーナツにいかに邪魔されないかが、タイムアタックの肝だね。このツタも、結構ギリギリに配置されてるな。ああ、しまったー。調子に乗りすぎたな。あ、下は奈落かと思ってたけど、違うんだね。死なないのはありがたいが、本格的にタイムアタックするなら落ちてはダメだな。さっきは落ちたけど、そんなに難しくはないね。横ばいに当たらないようにするんだぜ。上を飛び越えていくこともできそうだね。よしよし、次はなんだ。レールに当たらないように、うまく降りていけばいいのかな。一方通行にぶつからないように、壁キックだな。またドーナツか。私は、ドーナツよりプリン派なんだがな。ちょっとマリサ何言ってるのかわかんない。私は、みかんゼリ派です。土管だな。もうゴールも近いのか。あ、設定を、無視してもいいんじゃないか。ほら、言わんこっちゃない。グダグダだ。でもほら、ゴールだよ。コースに書くサムネのチェックってどうやってるんだろうね。少しずつセーブして外に出て確認だったら、超大変だよな。今日はここまで、ありがとうございました。ありがとうございました。